まあ、群馬は割とありじゃないですか。温泉も出るし。引っ越した方がいいと思いますよ。そのもう群馬の標準がそれなんだとすると、もう無理だと思うんですよ。だってそういう、皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。